県の坊の浦山に来ております。わらさびバス停から登ります。すごい。道路の坂を5分ぐらい歩くとこちらのダムにたどり着きます。そしたらダムをまっすぐ行って登山口が、やばい、登山口に着きましたが、あそこは記念撮影でめっちゃ密になってます。ちょっと時間を置いて行こうと思います。しばらくこういう沢沿いのなだらかな道が続きます。結構もう梅雨明けだ、暑いかなって思ったんですけど、あの木がすごい高くて、ほら、おうおうおお日差しも遮られているので、坊の峰って1000メートルない山なんですけど、夏の関東の山、丹沢とか奥多摩とかすごい暑いイメージあると思うんですけど、ここはすごい涼しくて夏でも登りやすいと思います。岩タバコ、バイ、タバコの葉っぱ、ここがゴルジュ帯、滑るから気をつけて歩きましょう。ここまでが沢の道です。1時間くらい登りました。ずっと沢なのでかなり涼しくて、ほら汗もほとんどかいてなく、快適に楽しくここまで登れました。1時間ぐらいですね。そしたらあとは沢の音をゆっくりと聞きながらノーマルな道を1時間ちょい登っていきます。やっと人混みを抜けました。人混み長い列めっちゃ綺麗、超いいよ。マムシに注意、マムシは無視、山菜は取らないで写真で撮りましょう。シャワーが終わったら急登、めっちゃきつい、もうちょっとで着くはず。実は私47キロぐらいだったんですけど、山行かなくなってめっちゃ太って顔もちょっと丸くなった気がするし、ギアの軽量化と自分の体の軽量化が必
要ですね。ふう。真っ白。こんにちは。真っ白。どれ？このバッグ。このバッグ。パートナー。あ、そうやってました。ご存知ですか？初めて会った。見てます。たまに見てます。ありがとうございます。はい。さっき山頂に着いたわけですが、結構人が多くって、あとはもうガスってほとんど見えなかったので、早く温泉に入ろうと思います。わーと、その前に一つだけ。下りのポイントが一つだけあって、なんとか石、ちょっと読み方わかんないんですけど、この石がある分岐のところを川俣バス停の方に下ります。ここだけ。そのまま下降りちゃうと沢が危ないのと温泉が遠いので、こっち行きます。この岩の向こうに降ります。というわけで下山して徒歩3分ぐらいのさわらびの湯に参りました。もうね、山降りたら超夏。見てください。はい、ということでこちらに入って帰ろうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。